今回はキラキラさんの突然の自己紹介からスタート。はじめまして。はじめまして。1万人の人生を好転させてきた伝え方プロデューサーのミック先生こと村田久美子です。今日はミック先生って呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは伝え方プロデューサーの村田久美子さん。司会歴31年、育てたプロ司会者の数200人以上という話すことのスペシャリストです。衝撃なんですけど自己紹介は名前すらなんていう人だったかなって、結論から話すっていう、分かりやすく相手に短時間で伝える。福岡で活躍するキラキラ輝く大人女子、そんな彼女たちに手ほどきを受けながら大人女子力を探る番組、教えてキラキラさん。まずは自己紹介、自己 PR を。すごい、初めてのパターンでびっくりしてます今、はい、そうなんです。実は今回予備知識なしの自己紹介を引き出すため台本など一切渡されず収録がスタート。ということでまずは自己紹介。福岡でタレント活動をしています桑原由美と申します。このキラキラさんの番組では皆さんのキラキラしたところ、どういった方なのかっていうところを皆さんに魅力を伝えていけるように頑張っています。わー、はい、やはりさすがにキラキラさんをねたくさん見てらっしゃるからキラキラしてとっても素敵です。しかしながら、はい、なんてお呼びしていいのかなとか、ここの距離が縮まっていないということは、はい、そうですね、自己紹介としては話し方改革で一目置かれる人へ、一番身近な伝える手段、自己紹介を劇的にアレンジしちゃいます。日本人って、はい、自己紹介してくださいって言うと、はい、私は誰々です、何してますみたいな形で印象に残らないなっていうのはすごく思ってたんですよね。でそこから人間の話ってどのくらい人は聞いてるのかっていう分析を始めちゃったんですよ。そうしたら人の話は 80% 以上聞いてないって。さっき衝撃なんですけど自己紹介は、はい、ほぼ何も誰も聞いてないし、名前すらなんていう人だったかなって、要は名前を伝えたいっていうゴールを決めないと伝わらないってことなんですよ。どんな時の自己 PR を今日作りましょうか。やっぱりオーディションとかに行くことが多いので、うん、皆さんにしてもらえるような、うん、じゃあタレントさんとして売れる自己 PR をじゃあ作るっていうことでいきましょうか。はい、明確なゴールを決めたらいよいよ自己紹介作り。押さえておくべきポイントは3つ。中でも特に重要なのが、じゃん、ロジカルスピーキングっていうのは分かりやすく相手に短時間で伝えるっていうことで、もう本当に誰でも分かるようにミック先生は今日こんな図を持ってきましたよ、はい、ロジカルスピーキングは結論をここに入れるんですよ。ここ実は会話をしていて結論が分からない人がとっても世の中に多いってことがあるんですよ。なぜレポーターのお仕事をしているんですかって聞かれたら何て答えますか。今スチールのお仕事がたくさんいただいてるので、もっと活動の幅を広げたい、チャレンジしたことないことにチャレンジしたい。なんかまとまらないですね。そうなんです、まとまらない。そうなんですよ。結論から話すっていう習慣をつけていくと、はい、とっても話し上手になるんです。結論の下にはどうしてそう思うかの理由を2つ、そしてその下にはさらに細かな詳細を書いていきます。私の結論は福岡で愛されるタレントになりたい。それを頂点に自分の思いを紐解いていきました。このロジカルスピーキング、自分自身を見つめ直すいい機会になるので、皆さんもぜひやってみてください。さあ、ロジカルスピーキングが出来上がったら残る2つのポイントは、より実践的なもの、エゴエで話す、声から笑顔が想像できるような声を心がけることと、話す際にジェスチャーを加えること。身振り手振りで伝わり方はぐーんとアップします。さあ、これら3つのポイントを踏まえ、桑原由美自己紹介リトライです。福岡県民の永遠の妹、桑原由美です。私は高校時代生徒会長をしていて、マイクを持って人に何かを伝える喜びを感じ勉強しました。そして現在ではタレントとして活動をしています。よくパンケーキが好きそうと言われますが、パンケーキよりもゲームが大好きです。
e スポーツアビスパ福岡も大好きなんです。これから福岡を元気にするタレントとして頑張ります。どうぞよろしくお願いします。素晴らしい。心が動きましたね。やっぱり楽しみながらやってるってところはとっても良かったです。わー嬉しいです。ありがとうございます。福岡県民の妹になってください。はい、なります。皆さんよろしくお願いします。もともとは話し下手で自分に自信がない極度の上がり症だったという村田さん、そこから培ってきたからこそ知ることができた話すことの魅力についてお聞きしました。今日お話をしていて、何か自分の紐を解いていただいたようなそういった感覚にもなったんですけれども、何か心がけていることとかっていうのはありますか？常に私の人生はなんか教えるために生きてるのかなって思うんですよね。例えばいいことを聞いたらあの人に教えてあげたい、いい本を読んだらあの人に教えてあげたいって、だからとにかく学ぶことに損はないので、たくさんのことをやっぱり興味持ったものは深く知るとかっていうことは意識してます。そうすると人にチャンスとしてプレゼントできるので、素敵な人に会うとこの人に教えてあげたいなと思うし、あゆみちゃんってこんな素敵な人がいたんだよっていうことを本当に福岡の人たちに知ってもらいたいなっていうふうに思うので、今回はミック先生とお話をして、話し方や目的を明確にすることの大切さを学びました。ということで今回のキライチワードは、話し方が変わると人生が変わるです。次回はどんなキラキラさんに出会えるのか楽しみです。あなたと私でYou, me, よろしくお願いします。